では EX の2を弾いてみたいと思います。ここではコードに合わせて和音、まあ、ハーモニーを弾いていきます。例えばコード G の場合にはですね、3弦4フレットと4弦5フレット、まあ1度3度この関係なんですね。それが移動していきます。そして C の場合、このコードフォームになります。ここも1度3度で、また G に戻るんですが、G はですね、今度この1度3度高くなります。で最後は D7 に対して今度下がっていきます。こういう形でピックとこの中指でこの2本の弦をね挟みながら弾いていきます。はい、ではこれをですねリズムに合わせて弾いていこうかと思います。